はーい、島津です。前回からの続きになります。あっちだ。よしよし、これで先に進める。で、前回幽霊が出てきたんですけど、あいつは何なんでしょうね。これさ、長い、なんでこんな長い通路ばっかなの。はっ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 、バイ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 。ああ、暗闇にあるもの、紙に書き手誓おう、ウォルライダーを見たと思う。ウォルライダー計画、ウォルライダーってあれだってことはもういないよね。おう、びっくりした。ウォルライダーなのか、あれが。あ、こっちなんもねえのか、元から。ラジオ、おい、電池ねえか、電池くれ。これか、ウォルライダーの正体。はいはいはい。お、いや、登れる場所ないよね。どこだろう、これ。こっちか、違う。え、やばいっす、登れないっす。えー、これどこ。ああ、はしごがあった。全然気づかんかったわ。これ出れるでしょ。おお、へい。もう切れんの。飛ぶしかねえな。せーの、はい。あぶねえ。あー、はいはい、せーの、よいしょ。ホップ、ステップ、あぶない。よかった、高いところから落ちなくて。こっちは何もない。ここ開かないよね。あれ、ここ、ああ、こっちか。あれ、あら、バグじゃないこれ。見えるよ。いいよ、俺このまんまで。大丈夫大丈夫、前さえ見えればいいから。おっと、バグが発生しましたね。あ、でもなんか遠くまでは見えないって感じかな。あ、もう分かんないわ、距離感覚が。やっぱあれだ、リロードしないと。あ、なるほどね。電池が切れても少しはね、あの、暗視効果があるみたいだけど。遠くまで見えなくなった。初めて知った。ジャンプかな。せーの、はい、ジャンプ、よし、成功。いける、いや、いけないな、これ。
お、新婦じゃないね。あかんか。よいしょ。どっからせいと。あ、生きてる。神父、あ、さっきのところだ。彼のゴーストが、ん？ゴーストを木になるって言ったっけ今。やっぱいるんだ。ねえ、さっきのやつは幻じゃない。やばい、あと6個しかないよ。出れるんじゃねえか、やっと。いや、クリアじゃない。あららら、あおお。ストップストップストップ、デブッチャーがいる。サイコなんとかって名前だったけど、確か。お、行けないのか。電池消耗するな。ここが、オッケーオッケー。いや、それよりかまずここだ。よし、どうにか。はいはい、デブをかいくぐって。リロード。大丈夫か。ちょ、やめとこう。使わないでおこう。怖え。どこ移動してんのかよくわかんないよ。ないな。ここ。あいた。ちょっと高場かね、高所から飛び降りちゃった。どこだ。こっちかな。こっちだ。はっ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 、ほい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 。実はね、前からね、ここは知ってるんですよ。なんかね、使用の技でね、スクワットするとね、襲ってこないんですよ。ういー、痛い痛い、襲ってきたじゃん。あれあれ、なんでだ。痛いよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。見とけよ。ほら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 。どうだ、俺のスクワットに魅了されて襲ってこれねえだろう。いいスクワットするなってこう思ってんだろう。じゃあ俺は行くぞ。いいか、俺は行くからな。ここ通せよ。ごめんね、一回やってみたかったわ。これやめるとダメなの。やめるとダメなの。痛い。あ、もげた。あれ、投げ飛ばしてくれないのか。もう一回あれだな、彼を私のスクワットで魅了してあげないと。行くぞ。ごめん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 、悪かった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 、ごめんごめんごめん。じゃあ行くぞ。綺麗なスクワットだろう。もう何回も言ってるかな。じゃあ俺は通る。さよならだ。ちょ、これ向き変えられる。追ってくる？あ、追ってこない。
よし、スクワットでこの危機を乗り切ることができました。行こう。女性病棟、男だけじゃなかったんだ、ここに運ばれて来てる人は。あ、バッテリーがある。どっかから入れんじゃないかな。あーと、あれ、ああ、早くバッテリーが持たない。ああ、開いてるじゃん。開いてた開いてた。これ女性か、全員ハゲてるから分かんないんだよね。とりあえずそこから入れそうだね。行きましょう。よいしょ。おいしょ。どっからせ。そうか、女性も収容されてたんですね。開かないか。Beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. あ、上にいるな。Soon, 神父系。Soon, this way. Revelation is at hand. 神父だね。死んでますね。こっちで合ってんのかね。怖くなってきた。一回戻ろうか。こっちは何がある？あ、特になんもなしか。あ、折り返し、折り返しっていうか。ロスしたね。バッテリーがあと5つ。あー、武器持ってるよ。ちょっとリロードしないと分かんない。遠くが調理室だね。何煮込んでる。いや、なんかぐるぐる回ってる。機械の音、機械の音だ。ウォルライダーが現れた時に頭の中で聞こえた音に似ている。まばたきして静かに見たんだ。何かただものを、何か油っぽくて黒っぽいものが落ちてきた。そこには、臓器が。想像できない。ただまた機械から音が聞こえる。壁の中からだ。この音を知っている。壁の中。ちょっと日本語訳が微妙だね。あく開かない。はあ、長ないか。バッテリーくれ、そろそろ。ほんと欲しい。
ああ、誰かいる。トイレか。わあ、しまった。開かない。あと4つしかないよ。どうしよう。はっ。開いてる。バッテリーないですか。できればバッテリー欲しいんですけど。おおお、マジか、ラッキー。山を切れるよ。あら、ほんと安心。そう、あのね、安心モードがないと全然わかんない。あら、そう、焼け落ちてんだけど。下にはな、おおお、ファイリングがある。よし、ドキュメント、オルライダーと悪夢。オルライダー神話の簡単な説明、サポートスタッフ、アルブ・マラ・シュラットとして知られているオルライダーは、もともとは眠っている人たちを拷問するドイツの悪魔のような生き物である。エルム街の悪夢だね、に近い感覚ですかね。胸の上に乗って息の根を止めるんだ。眠っている人は恐怖のあまり目を覚ますが、体が麻痺していて窒息しそうになる。マラという名は悪夢という意味だ。悪魔か。悪夢という意味だ。悪魔から、性的暴行を受けるのは稀ですが、眠っている女性の、うん。眠っている男性。チオス。ほう。初めて聞いたぞ、今まで。の中でそんな悪魔が存在するのか、びっくりだな。で、どこ行けばいいの。こっち、扉開いてるっけ。開いてないか。やばいやばい、切れた。全然見えねえ。あれ、ここはどこだ。あ、さっき来たところか。確かバッテリー欲しいって言いながら来たところだね。やばい、貴重なバッテリーがどんどんなくなっていく。どうすかね。ああ、そうか。へい、そうか、動いてるぞ。誰だ。おお、階段がある。あ、確かバッテリーあったよね、どっか。あったあったあった。オッケー。急げ急げ。へえ。あ、でもジャンプできる。ほっ。あ、もうなんか手もあんま出血してる感じじゃないね。よし、セーブ。オッケー。はい、それではね、本日はここまでとしておきます。私の屈伸に魅了されてね、
デブッチョもね、なすすべがなかった感じでしたね。いや、一回本当やってみたかったんですよ。ふぅ。はい、それではね、島津でした。失礼させていただきます。